眼科専門医の平松です。今日はスマートコンタクトレンズの一種についてお話ししようと思います。スマートコンタクトレンズっていうのは、コンタクトレンズで、コンピューターというかスマホみたいなとかいろんな機能を持ってるものですね。で、今回はモジョビジョンというところの開発した、スマートコンタクトについて説明しようと思います。ちなみに私はこんな感じで眼科のニュースとかいろんな新しいこと、あとスマートコンタクトとかですね、目に関連したような新しいことについてこうやってお届けしているので、ご興味ある方はチャンネル登録とか、いいねボタン、高評価ボタンとか押してくださると幸いです。ということで続けていきますと、モジョビジョンっていう、米国 のアメリカの会社ですねが開発したスマートコンタクトレンズっていうのは、網膜っていう目の奥のところにあるんですけども、そこに投影されるんです。で、それを使って、本当にこうモニター見てるかのようなアニメとか、未来 SF とかであるような感じで本当に見てものを判断できるっていうようなもののスマートコンタクトレンズをちょっと開発したってことです。どうやって画面移動とかするかというと、視線、目を動かしたりとか、それを使って画面移動とかいろいろこうクリックみたいな、そういうものをするってこと。ビジョンのわざわざ私が紹介してるかっていうと、これ一つちょっと言われてることとしては、低視力、つまり視力が悪い人に直接光投影することができるので、例えば網膜色素変性症の人であるとか、緑内障の人であるとか、黄斑変性の人であるとかっていう人がよりよく見やすくするためにも役立つかもしれない。まだ何とも言えないんですけども、かもしれないっていうふうに言われてんですよ。なぜかというと、今までの我々っていうのはこう前から来た光をそのまま目の奥の網膜に投影してたんですけど、コンタクトレンズから任意の目の奥の網膜っていうところに光を投影することができるんですね。普通の方っていうのは網膜は全部見えてるんです。でも病気がある方っていうのはこの範囲は見えないとか、この範囲は見えるとかってあるわけですよ。となったら、そこにだけ見えるように投影してあげれば、普通に近いような範囲で見えるんじゃないかっていうのが一つの考え方としてあるわけですね。確かにそれはその通りであるんです。もちろん今のところまだ完璧に機能として発展してるわけじゃないんですね。ただ Google の会社の関連会社とかもこんなスマートコンタクトって作ったりしてるんですけども、まだ完璧じゃないけども、これ時間の問題です。言い方変えると。スマートコンタクトレンズって、コンタクトしてそうやってデータが見えるようにするとか、目の奥の網膜に集めるってことなので、原理的には普通なんですよ。ただそれをコンタクトに組み込めるような技術があるのかとか、目に対して安全なもので作れるのかとか、そっちのレベルの議論なので、ムーアの法則とかって言いますよね。どんどん小型化して容量が大きくなるみたいな、時間が経てば必ずしやこれはできるであろう技術なんですよ。ぶっ飛んだ考え方ではないわけですね。例えば AI が世界を征服するとか、それ言い過ぎじゃないっていう感じではなくて、普通に技術進めば、何年後かにはなるよねっていう話なんですよ。だから言い方変えると、その技術っていうのは出てくるために、私も一応ウォッチチェックしてきます。伝えるほどじゃないなっていうのは伝えないんですけども、これはちょっと新しい技術として出てきたなって場合は、ここでまたご紹介しますので、ニュースという形式でですね。なかなかこう、一般のニュースだとこういうの流れないです。なぜかというと結構マニアックですよね。低視力の人が興味あるニュース、視聴率それなそうじゃないですか。なので眼科に関連する人、職業の人であるとか、目が悪い人であるとか、家族にそういう人がいる人の場合はこういう情報が役に立つと思うので、そういう方の場合は定期的に見ていただければ、そういう新しい情報もお伝えしていこうと思います。なので、現時点ではそういうものができたよっていう段階でしかないんですけれども、今後確実にこれできる分野なので、順次この段階まで来ましたとか、米国でここまでできるんで、日本でもそろそろ導入できそうですとか、で導入する場合うちで導入しますとか、ちょっと私様子見ますとかっていうのもちょっと紹介します。なのでそれを含めて確実に情報としては早い方になると思うんで、いただければと思います。今日は、スマートコンタクトレンズについてお話ししました。